はい、どうも皆さん、ご機嫌うるわしゅうバカボンドです。バカボンドです。はい、今日はですね、質問箱の方にたくさん質問がですね、いただいてますんで、溜まってきましたね。はい、なので今日はそちらの方にですね、また今日もコメントの方に答えていきたいなと思います。はい。で、まずじゃあ一つ目は、お袋の味といえばという質問が、はい、なんか前回の食べ物シリーズに続いて第3弾みたいな感じで食べ物の話題がなんか立て続けになってるんですけど、同じ人なのかな。本当やたら続いてますね、食い物の話が。まあそうですね、そういえば俺大佐からあんまりお父さんお母さんの話聞かんような気がするけど、そうやけあんまりこう大佐がそもそもお袋のご飯を食べてるイメージが全然ないんやけど、なんかもう結構ね、ベタに肉じゃがとすき焼きとかやな、やっぱ。なるほど、最近俺が最悪なやつ作ったばっかなんですね。はい、ちょっとそちらの動画の方もですね、チェックしてみてください。多分概要欄に貼っておきますんで。はい、バガボンド肉じゃがで検索したら出てくるんですかね。武蔵は肉じゃが作ってねえから。そう、あいつは米しか作ってねえから。じゃあバガボンド米やったら負ける可能性がある。それやったらちょっと武蔵が稲作するやつが出てくるかもしれない。まだ勝てんかもしれない。もう普通に肉じゃが好きやわ俺。結構ああいう、なんていうかな、別に煮物好きじゃないけど、ああいうすき焼きのこうなんていうかな、だし、みたいな、ああいう醤油ベースで砂糖みりんが入ってるっていう形、まあ、牛丼とかさ、ああいうのもう普通に好きやん。ああ、なるほどね。そっか、牛丼も好きやもんね。そうやね、比較的好きな方やね、やっぱり。なんかお袋の味って言ったらっていうか、なんかそうかなっていう感じ。なるほどなるほど。めっちゃ食う、なんか日にちまたいで食う感じあるやん。なんかちょっと残った分でもう次の日、こう軽くご飯いっぱいいける感じとかっていうのもなんか含めてなんかいいかも。おお、なるほど。うわ、なんかすげえ新鮮。10年以上の付き合いなの。普通にご飯食べますからね。ポリスママは母上、純子とね。純子さん、ラジオ聞いとんか。たまに聞いとうと思う。あ、ほんと。おかんは、そうっすね、まあ多分まあこんなことを自分の母上に向かってこんなこと言ったら世の反感買うかもしんないですけど、ちょっとうちのおかん、多分あんまり料理上手じゃないんですよね。でも、ただポテトサラダだけはおかんのがポテトサラダやっていう思ってますね。何が違うんやろ、分量とか。やっぱスーパーに売っとうようなポテトサラダなんか俺食えたもんじゃねえ。もうおかんのポテトサラダしか認めてねえ。何なんやろそれ、気になるわ。なんかおかんなりの分量があるんやろうけどね、多分俺の分析ではマヨネーズ多め。あー、単純やな。ってことはコンビニとかスーパーで買ったやつに、マヨネーズ足したら、あ、おかんのやってなる。可能性はらんのよね。試したことはないけど、下手したらそれ訪れるかもしれない。簡単やったっていう。全然遠くなかったってなりました。そうか。いや、また確かに、なんか場所によってっていうのはあると思う。でもポテサラも確かに家の味はあるな。なんかね。でも最近出てる、ああそうか、あれはマカロニサラダか。ああいうね、マヨネーズと卵を和える味。俺マヨネーズ食べれるんだけど。卵サラダみたいにした状態は食べれるんよね。へえ。なんか味全然違うっていう、なんか酸味がないみたいな感じになるやん。なんかやけかな、なんか風味とかも。俺もほんとマヨネーズオンリーやったら多分吐くぐらい嫌いだけど。でも卵サンドとか食べるし、ポテサラも食べれるんよね。なるほどね、確かにあの状態にすると少しマヨじゃなくなる感じはなんとなくわかるかも。まあ、自分的にはもう少しどころじゃないっていうか、もう全然マヨネーズと思ってない感じ
かも。おふくろの味。そうか、ポテサラか。でもなんか結局2人とも なんかかなり王道な感じはする。そうやね、うん、だって他のおかんの料理肉焼くとかやもん。スーパーで買ってきた半額の肉を焼くな、料理というか調理というか。いや、まあ焼く時もね、あの塩コショウとかありますからね。俺もなんかやっぱ肉焼いてあの下味つけるの忘れた時にさ、うん、まあ前のラジオでも話した通り、ジソラ、ビケラ、大佐は一応ビケンをかけて食べるんやけど、あれってなるもんね。ああ、わ、そうや、塩も胡椒もしてねえわみたいななる。意外と細かいところ料理大事だったりするだなっていうのを最近知った気がするな。的な感じかな。うん、おふくろの味トーク、こんな感じで。ですね。まあちょっと質問が結構溜まってるんで、うん、サクサク。ちょっとサクサクいきましょう。はい。はい、じゃあ二つ目がですね、座右の銘ってどうやって決めるの？ほう。という質問が届いております。座右の銘。座右の銘。これちょうどね、なんか新年のタイミングでなんかまあ似たようなことは喋ったのかな。まあそんな感じするわ。なんか目標を決めるみたいな、うんうん、まあ、目標とまたちょっと違うか、うん、まあそうよね、うん、まあ元からある言葉みたいなものを引用してくるようなイメージやもんね、座右の銘、ね、ずっと、うん、ただなんていうかな、まあ俺は多分決めてない気がする、うんうん、そう、なんか決めこっちは決めとうての質問やけど、うん、決めてねえ、決めてない、うん、なんか何やろ、あの決めんといけんな、プロフィールに書かんといけんなっつって書いたことはある。あの、もしかしたらそれのこと言っとく可能性があるけど、うんうん、みんなで作るとか、なんか一時期書いてたわ。ブログにはまだ残っとるかもしれない。みんなで作るとか、なんかそれはちょっとあの仮初めの座右の銘なんで無視してください、うんうん、座右の銘ね、どうやって決めるっていうか、まあ決めなきゃいけないもんでもないというか、今自然に自分の中にないのであれば、もうそれ今から無理やり決めても座右の銘じゃねえしっていうところがあるんで、あるかもしれない、うん、どうやって決めるというよりは、決まってねえならそれは座右の銘じゃねえっていう感じなんじゃないかなってポリスは考えます。うん、決めるっていうか掘り下げる類だよね、こういうのも全部、うん、その結局自分が、じゃあちょっと改めて座右の銘っていう言葉についてググってみよう。ちょっとあんまり説明できん気がしてきた今、言葉、はい、なんか口に出した時に、あ、目標と何、なんかこう掲げるものとの違いがなんか自分の中であんまり、うん、座右の銘、銘の字とか座右の銘、まあ、ちょっと大佐が調べ終わる前にですね、なんかまあポリスの場合これ座右の銘って言っていいのかどうかわかんないですけど、うん、まあちょっと印象に残ってる言葉としてなんとなく自分の中に置いてる言葉っていうのがあって、うん、この世の不利益は全て当人の能力不足っていう、あ、まあ、これ今めっちゃことわざっぽく言ったけど、これ東京グールに出てくるセリフなんですけどね、うん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 、まあまあなんかでもありあるじゃないの、もしかしたら、あ、もしかして元ネタが存在しと、なんか響きとかはなんかある意味こすられてきたような気もするし、ね、なんかね、あ、座右の銘っていうのは、うん、まあ、今出てきたのと同じ、常に自分の心に留めておいて戒めや励ましとする言葉。本当は、皇帝の右手側の席に補佐役を座らせた銘とは、まあ昔で言う何やろうな、今で言う色紙みたいな存在、うん、なるほど、まあ要は信頼する右腕みたいな、今で言うコンサルみたいな、うん、コンサルから言われた言葉、まあまあなるほどみたいな感じかな。なるほど、まあ認識とは一緒
変わってないかなっていう感じ、間違った認識ではなかったかなって。なるほど。そうか。いや、その格言っぽい言葉とかがっていうのあるけど、やっぱ哲学とか、うん、なんかやっぱ読むとっていうか、多分ね、もう俺らが悩んでることがなんか、だから数百年前から同じことが議論に上がってて、なんか結局そんなもんなんやなって思わされることがよくある。ああ、うんうんうん。ゴードも言ってましたよ、やっぱり。そうやって昔もの人も同じ悩みで悩んでるってことは、まあ、ある意味人間の悩みとして、個人というよりは人間はそういうもので悩むっていうものなんやっていうのが、まあ、逆に落胆するっていうようなことをなんか言ってたけど、なんか大事なんですよ哲学って。なんか哲学好きとか、うん、軽々しく言う人結構いるけど、まず一旦全体的にその基礎をね網羅せんといけんっていうのをね、うん、人に言われてからもう哲学好きって言わんくなった奥深すぎて、うん、俺も触りだけでもって思ったんだけどさ、うん、深すぎてもうパニックになった。なんかルソーとかさ、うん、思想家、うん、とか言われとる人たちがさ、うん、やっぱもうあの時代にやっぱもう文章にして残しとんよね、かなりいろんなことを、うんうん、それをやっぱ結局なぞっとるにすぎん、ね、なるほど。その頃のが深すぎて、まあ今の時代は今の時代なりの悩みとしてなんかこう言葉を変えて、うん、まあ、あの今後もラジオで取り上げていく内容ではあるけれど、でももうなんか軽々しく哲学とか好きってやっぱ言えんくなったね。なんかすごい、そもそも原文を訳したやつとかさ、うん、あの言葉の言い回し複雑すぎてまず読んでも入ってこん。逆に言うとやっぱそれを読んだ人からは出てこんなとも思うね、哲学好きみたいななんか軽々しい感じは。ああなるほどうん、つまり自称哲学好きは逆に哲学分かってねえみたいな。分かってない、いや分かっとるわけないと思うんよね、うん、なんか天下無双はただの言葉だそうそう、そういうこともそうや、やっぱ我いやてっけ有名よね、我思う夢に我ありとか、あれ誰あれも知らないし、どういう意味かもちょっと説明できないけど、なんかぽいじゃん、そういうの、うん、でそういうの一個一個きっちり落とし込んでってっていう必要があるしね、うん、なんかすごいよね。でもやっぱそこをある程度でいけ、でもやっぱさらった人とそうじゃない人、うん、はやっぱり会話する時の脳と違うよね、実は、うん、やっぱり、あ、まあ会話と、まあ、態度、その日頃生きてる中での、ね、生き方みたいなことの差が出る、ね、うん、結局なんか分かるっていうかね、バレるんで、なんていうのかな、よくあるクイズ、右に来たら一人死んで、左に行ったら二人死んで、なんかそう、道徳、なんか道徳と哲学みたいな、なんか混ぜられてもみたいなとか、なんかそういうのって全部一緒みたいな感じになったりするけど、全然違うんや多分、違うってと思うってぐらいしか言えんけど俺も薄っぺらすぎて的なね。なんで、まあ、座右の銘に戻ると、うん、なんかいい感じに自分が結局今何を思ってるのかっていうのを掘り下げて、その、まあ、傍らに置いとくっていう意味で、うん、言葉にしてみるっていうのは、まあ、自分と向き合うっていう意味でいいかもしれない、うんうん、なんか
逆にまあその言葉にできないってことは落とし込めてないっていうかいうことなのかもしれない。よくある、まあ、アーティストとかもそうやけどね、結局何について頑張ってるのかみたいなさあの俺もよく多分ツイッターで取り上げとる話題と思うけど、なんかなんだっけな、その結局目立ちたいのかっていう話、目立ちたいのか制作したいのかとかっていう、なんかすごく細かいやん、レイヤーって本人の結局どこに対して欲求を持っているのかっていう、そのプロセスにすごくたくさんレイヤーがあって、その結果が似てるよね、なんかやったこととあの、まあ、幸福感を得るっていう、いや何かのパフォーマンス、そのパフォーマンスっていうのは、行動、パフォーマンスじゃなくて、パフォーマンスを通して何か、まあ、アウトプットして、で、何かのインプットを得るっていう過程の中で、俯瞰してみた時に結局何かをやって自分が嬉しくなったっていう結果が残るせいで、結局それが細分化されないままになってしまうと、途中こじれるんよね、なんか自分はアーティストだみたいな、なんかただ目立ちたいだけやった人が、なんかアートとして褒められたせいで自分がアーティストと思ってしまうみたいなこととか、胸が痛い、起きがちだからね。もうこれで本当にあるあるで、だからこそそれを言葉にするっていう工程の中で、なんか自分が本当は何を欲しているのかっていうのを見極めることが重要かもしれない。逆に自分なんか大佐の場合はなんかそれをなんか俯瞰しすぎて、なんかすげえ前からなんか口癖のように言ってた、あの剣玉でいいっていうのはもう口癖のように言ってた、あ、はいはい、あのハイパーヨーヨーでいいっていうの、ダンスを一番頑張ってた時、まあ頑張ってるっつっても大したあれではないんですけど、時でもまあ急に剣玉の才能が開花したら別に剣玉でもいいっていうのはなんか口癖のように言ってて、まあその時は多分なんか自分にというよりはなんかみんなに言いたかったんやろうなっていうのは思う。なんか本当はなんか命かけるのってダンスに命かけたくて命かけてるのか、なんかなんか楽しいことみんなでして、なんか楽しい人生を送りたいっていうことなのかっていう、それがたまたまなんかあの野球とかサッカーに比べるとマイナーで人前に出れてっていう敵が比較的少ないジャンルに落ち、なんかこう自分がハマったっていう人が多すぎて、それってなんかマイナス側のダンスチョイスやなみたいな、なんか妥協案じゃないけど、そう、でも妥協案って言って生きていくのもあれやけ、まあどんどん変わっていくよね。褒められるしね、ダンス別に下手じゃない人も全然いますから、なんかそういうところのなんか間違いみたいな、まあ絵もそう、やっぱね、あの美術で5を取るタイプの人がなんか変になんか美大とかデザイン系の学校に行って人生がなんかくちゃくちゃになるみたいなこと、多分ねめちゃめちゃあると思う。大佐もそう、大佐も完全にそうなんで、絵うまいとかね、こじれるからね、こじれるね、だいたいよくあるやん、それで結局美大に行って上には上がいすぎて、なんか別に美大じゃなくてもいいような大学生活を送って、中途半端にデザイン系の会社のとかに行くみたいな、なんかそれってなんかあれみたいな、なんか本当にアーティスト的やったら、なんか別にね、その自分がアーティストであるっていう状態が正なんよね。だから、ある意味何をしてるかが問題ではないっていう。なんかね、なんていうかな、
別にお金がなくてもなんか活動するとかっていうラインでもなく、うん、なんかね、もうもっとなんかきっちりと別にもうアーティストな、ね、うん、状態が日本人であるがごとく、うん、アーティストなんや、うんうん、だけどもうあんまり関係ないっていうなんか、うん、それをねまたちょっと、まあ、これもちょっと話すと長いんですけど、なんかそのぐらいなんか人によって自分のなんか根底にある欲求の部分を掘り下げるっていう意味で座右の銘を決めるのはいいことかもしれないって今話しながら思いました、うん、内容ですかね。ちょっと長くなりましたけど、ちょっともう一個いけるかな。もう一個、はい。じゃあ3つ目の質問が、はい、男女の友情はありなし。おお、これももうこすられてきた話題ですよね、うん、これバガボンドに聞いたのが何でやろうっていうのはちょっとありますけど男女の友情、まあまあこの辺じゃあ次はちょっとポリスから話を。友情の定義が曖昧すぎてね、うん、そうそう、この辺もね、大体こういう話になった時に、うん、もうこれも僕も大体大佐が口酸っぱくそういう時大体そういうの言うんで、だいぶそういう話になるとまず基準値の取り方から始まるっていうのはもう当たり前のね話になるんですけど、うん、そうなんですよ。でそもそもなんかこれ見た時なんか思ったことがあったよな、何でも言うのかな、なんかね、うん、だろうな、前の、あ、違う、ね、これも話すと長くなるけど、ここでは話さないけど、何だっけな、やらない善よりやる偽善っていう言葉、あ、僕、うん、ちょっと苦手な言葉があって、それにちょっと近いっていうか、なんだろうな、なんかね、その、友情とかって刹那的なものだから、うん、なんか、なんていうかな、それを、継続的な理念として掲げている状態みたいなこととすると、うん、なんか結局感情なんで、感情とか行動一個一個に対すること、うん、で多分これの言葉で言うと結局誠意の部分になるから、うん、なんか矛盾が起きるみたいな、うん、何やったっけ、あの猫の毒ガスの実験みたいな、ごめん、ちょっと存じ上げてないそれちょっとね、ちょっと待ってよ、毒ガスと猫でやってますけど、毒ガス、猫、これ結構有名な、シュレディンガーの猫という実験がありまして、はいはい、まあこれがね、ちょっと複雑なんだけどシュレディンガーの猫で、もしタイミングがあったらぜひググってみてください。そのまあ一個の密閉された空間の中に猫、はい、生きた猫一匹、うん、あと2分の1の確率で毒ガスが発生する装置、うん、で、あ違う、あそうや、なんかね分子がみたいな、あ放射性物質のラジウム、うん、でこの中のラジウムがアルファ粒子を出すと、うん、中のセンサーが反応して、うん、生酸ガスが発生して、うん、猫が死ぬと、うん、それが要はランダム性があるものが箱の中で行われている、うん、要は死んでるかもしれないし生きてるかもしれない、はあはあ、っていう状態を、うん、ちょっとこう問題定義するために出された案っていうかね、理論というか、うん、これちょっと複雑なんやけど、うん、要はなんかそれにちょっと近い感じ、その友情なんてものは、うん、要は一瞬にして別にその時の感情がこう移り変わっていく中で、うん、友情がある瞬間とない瞬間、うん、気にしてない瞬間、嫌いな瞬間っていうのが、うん、結局切り取ったその一瞬の話はできるけれども、うん、っていうことが言いたい、うん、なんかそのね、なんていうかな、お腹が空いてる時は好きだけど空いてない時は食べたくないぐらい
ある意味不安定でいて、うん、っていう感じ。まあ、そういう意味で言うともう男女に関わらず友情中の門はっていうことになりますね、うん、そう結局ねだけどさらにこの不安定な話男女の友情はありなしみたいなことを言われてもっていう、うん、要はあるかもしれないしないかもしれないっていう、うん、あの要はあり得てる時もあれば、うん、あり得ないと思われる時もあるっていう感じ。なんか要は時間軸とかいろんなケースを入れて、うん、ありえない状況を一回でも提示することによってありえないっていうのを示すこともできれば、うん、ありえてる状況を示すこともできるっていう、うん、なんかすごくちょっと言葉をたくさん使ってちょっと半分濁してる感じになってますけど、なんかそういうところがあるんで、うん、ちょっと不毛な感じはするっていうのがちょっと前置きとして言っておきたい。なんかこんなん多いんですよ。なんかこういうことこういう不毛な議論、うん、不毛な上で何かこう本当は具体例があったらいいよね、うん、こういう時にありえるかありえないかとかってなるとまだこう基準点を打ちやすいからいいんだけど、うん、こう言われるとっていう、ね、だって、うん、まず人による影響がでかすぎて、ね、おそらくね、うん、その本人としても相手としても、うん、そのただ男女って言われても、うん、そう誰と誰のペアなんかによってよるやろー。そりゃだって恋愛だってそうや、うん、ってなるやんね。男女の恋愛はあるかないかだけですら同じことで悩むと思うわ、うん、だからなんとなく質問者としては性欲的な部分の話が入っちゃうんやろうなっていう。まあそうやろうけど、ね、まあ、別に、まあ、言われてないのにそれを、うん、まあ勝手に深読みするのもどうかとは思いつつ、うん、でも知りたいのはそこなんでしょっていう気はしと、うんうん、なんかいやでも何て言うかな、でもさ、うん、だからそれの議論自体が多分もう論じられとる中で飽和してるはずなんよ、うん、確かに要は議論としてもうパラドックスみたいなことが起きてるから、うん、みんなが悩み続けてるっていうか、うん、進まない内容なんよ多分、うん、やらない善よりやる偽善っていうのと一緒で、うん、もうパラドックスが起きてるから結局なんか深いこと話し合ってるようで、うん、みんな話し合えてないっていうのが一生行われてるような議論、まあ、ある意味あるないって考えとこと自体から結構おかしいことやもんね。そうだからこういうことを言うのはあまり得策ではないっていう、うん、結局なんでここに行き着いたかっていう文脈をはしょっちゃいけんのよ本当は、うん、はしょるんやったら定義せんといえんことがたくさんあるし、うん、で文章でなんかみんなにそこ組ませとうけど、うん、そこ組ませると組み方がたくさんあるから、うん、結局みんなが自分としてはっていうのをプレゼンする回になるよね。うん、なるほどなるほど、 その通りやね。そう、それは不毛やから意味ないもんね、世論調査のスタートでてね、うん、さらに、すごくパーソナルやん、うん、相手によってとか、うん、状況によって経験もそうやろし、うん、何かそういう狭間に置かれるような経験をしたかしてないかでも、うん、変わるっていうか、うん、だからなんかどの立場で話していいか、自分としてもどういう展開で話していいかが全然わかんないくなると思う、うん、ちょっと今全然考えてるからけど、だからちょっと質問していただいた方は終始あってなってる可能性がちょっとあるけどすいません、なんか
こういう話題は多分今後も出てくると思うんですけど、うん、多いんですよ。あの基準点がないから、みんながおのおのの、おのおのの土俵で、うん、なんかこう、ごいやーごいやーってやってるっていう。で、いや、リング違うよっていう、うん、違うリングで一人一人おるっていう。結構あるよ、本当に。それはちょっとね、不毛だから、リングを揃えるとか、うん、なんかこう、必要性はたくさんある。そうなんよ、戦っとうよで戦えてないんや。多い、ね、マジで多い。そもそもお前ら全然交えてねえぞ、うん、だから好みとか、うん、いいんよ、うん、感情論を聞くことはいい、うん、要はこうやって理論立てるとなるとっていうことだよね、うんうん、難しいんですよこういうのって実は。質問も難しい。ちょっとこっちもちょっとへりくつこねたような言い方してるんであれですけど、うんうん、正直あの世の中のどんな偉い人も出せてない答えを俺たちに出すのは難しいっす。そうも言える。あ、じゃあこんな感じでちょっと質問、3つにお答えさせていただく回となりました。はい、30分も超えたんでね、ちょうどいいパターンと思います。はい、ね、はい、あの毎回毎回ですね、ラジオこのペースでやってると何喋ろうかっていうことにもなっちゃうんで、うん、でも皆さんがこうやって介入してくれるのは本当に嬉しいことです。いやもうめっちゃ嬉しいです本当に。なんかこんな感じのテンションでちょっと今回話しましたけど、はい、質問に答えるっていうのはちょっと面白いですねやっぱり。ですね、もう自分たちからは絶対出てこない3つがちゃんと出てきてくれたんで、うん、確かに。なんか引き続き今のところは本当、まあ、こんな感じでちょっと質問ちょくちょくもらうようになって、はい、今後はなんかお便りのコーナー的にコンスタンスにね回答できたら面白いかななんて思ってます。はい、なんで皆さんどんどんですね、今回みたいにちょっとだいぶなんか、うん、ちょっと意に介さぬ答え返ってくるかもしれないですけど、うん、でも僕たち別に全然嫌でそう言ってるんじゃなくて、うん、本当正直な気持ちを言ってるだけで、もうめっちゃ求めてるんで、求めてるんで嬉しいんで。で質問匿名がいいって方は質問箱とか、まあ質問箱で名前とか書いてもらったらそれはそれで読み上げたりとか、まあ認識していきますんで、ラジオのペンネーム的な形で、もしくは YouTube の、コメント欄に書いていただいてもいいですし、普段のバガボンドの、Twitter や、Instagram のなんかこう投稿に対して、コメントしていただいても構いません。ということでチャンネル登録、高評価、Instagram、Twitter など SNS のフォローもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回、タリュー。